どうも、キャピルネです。ということで、今回は、フィールドオブワンダーのグッズ開封ということで、やっと来ました。すっかり忘れてた。かれこれ2ヶ月前、フィールドオブワンダーのグッズ購入したと思うんですけれども、もう2ヶ月も経ってるわけですよ。ちょうどね、ライブのことも忘れつつあったんですけれども、こうしてね、今回グッズが届いたということで、もう一回あのライブを振り返ってみようという感じです。ちょうど忘れた頃にグッズが届いてまた思い出すっていう、そういう効果を狙ってきたワンオク。悔しさまじり言葉を吐いた繋ぐ言葉は若すぎて、全然関係ということで、注文してから約2ヶ月が経ちました。12月中旬ですけれども、もうあれですね、今年はワンオクからのなんかすごい重大報告とかっていうのは特にもうなくて、このグッズを開封して今年終わろうみたいな、そんな感じなんですかね。ということで、注文していたものが届いたので、早速開封していきましょう。うわー、ブスだなー。ということで、あっちゃん。ではじゃあ早速開けていきますか。フィールドオブワンダーのライブのグッズですからね。よし、いきます。いや、本当に忘れてた。さあ、はいはい、いつもの、センキュー。領収書を取りまして、やばい、結構買ってんな、これ。ちょっと昔からの夢というか、やってみたかったことをやっていきます。これを一気に買っていきたいと思います。いきます。はい。すごいことしてるよ、今。あ、こんな買ってた？これが楽しみ。グッズ開封ってこれが楽しいのよね。はいはいはい。ラバーバンドが悲しいことになってる。ということで、届いたのがですね、全部で7種類となります。確かね、前に注文したのがマスクも買っていて、ただね、マスクは早く届いたんですよ。今回は12月中旬後に届いたのが全部で7種類となります。ということで、今回はタオル2種類あるんですけれども、今回緑しか購入していません。というのも、僕あの、プライマルフットマーク会員限定のあの、チケット、視聴チケットを購入したので、ライブ前に届くんですよ、オレンジのタオル。なのでもう持ってるということで、あえて注文しませんでした。今回はじゃあじっくり開けていきますか。まずはラバーバンドから開けていきます。あのね、毎回そうなんだけどね、ラバーバンド。良くない匂いがする。やっぱりね、想像してた通りでした。オレンジもね、悪くないんですけれども、やっぱ僕は青が好みかな。なんかワンダー感出てるね。ほら、もうちゃんとしっかりしてんのよ。これ裏にも、こう、ワンオクロックって書いてあって、もうね、素敵。実際つけてみると、こんな感じです。腕の細さにびっくり。ラバーバンドはでもあんま変わんないかな。次に、キーホルダー。こちらね、亜鉛合金でできていて、なんか音がいいんですよ。これもね、開けんのちょっともったいないんだけど、あ、結構でかいんだね。ほら、すごい綺麗。見えますか？見えるわな。裏はね、アミューズって書いてある。まさかの事務所が書いてあった。著作権大丈夫？あ、待って、これすごい綺麗だな。まあ、使わないんですけど、まあ、これ大事に保管って感じかな。もうすぐ袋にしまう。あ、やばい。袋がもう終わった。ということで、タオルです。ワンオクで緑のタオルってなかなかないですからね。ランニングよくね、やってるって言うんですけれども、ランニングでも、こういうね、ワンオクのタオルなかなか使えなくて、生地とかね、そういうのはいつもと変わりません。ただ見てこの緑。なんか怪しいね。ワンオクロックフィールドオブワンダーって書いてあります。まあ、そりゃそうだろう。続いてはトートバッグです。二つあってもいいな。今回のトートバッグはなんか薄めですね。薄めてやってきちゃった。なんかエコバッグとしても使えそうですね。まあ普段使いにもいいんじゃないでしょうか。あとね、中もしっかりポケットあるんで、まあいいんじゃないでしょうか。まあサイズ的にはね、そこまで大きくないというか、こうやってラバーバンド2つ置けるサイズです。続いては T シャツのゾーンにやってきます。T シャツはですね、2種類あります。さあ T シャツですね、これめくると何でしょうか。そういうことなんですよ。こちらは T シャツ B になるのかな？レビューとしてはもう失格。T シャツ B から紹介してしまいました。ワンオクロックフィールドオブワンダーで、そして緑。今回緑押してんの？ということで、絵柄はね、こうやってどうやって紹介したらいい？これ。わからん。おそらくね、この柄はメンバーが写ってるんですよ。また後で、ゆっくり紹介しますんで。続いて T シャツ A です。T シャツ A ね、これめくるとどうでしょうかと。はい、そういうことなんですよ。T シャツ A の方もですね、確か L サイズ注文してました。待って。好きです。ザ・フィールド・オブ・ワンダーみたいな、そういう柄がやってきました。これは、素敵。裏はね、特にないですね。さっきの T シャツも裏面は何も書いてありませんでした。僕的にはですね、この T シャツ A の方が好みです。なんかワンダー感出てるもん、これ。はい、ということで、全部開封し終わりました。ということで、実際にカメラ切り替えてですね、着てみましょうか。うわぁ、ブスだなぁ。はい、ということで、まず T シャツ A の方からです。見てください、これ。
いいね。これからね、これ動画でね、活躍していくかもしれません。なんて言ったって僕の YouTube のね、このアイコン見ていただければわかる通り、似てるじゃないですか。なんか三角形みたいなね。別にパクったとかではないんですよ。フィールドオブワンダーが発表される前からアイコンにしてるんですけれども、ワンオクがパクった？うわ、いいな。本当にいいの。何がいいかわかんないんだけど、ついでにね、ラバーバンドなんかもつけちゃったりしてね、これね。やっぱ外すか。はい、ということで僕はね、L サイズ頼んだんですけれども、サイズ的にはめちゃめちゃいいわ。続いて T シャツ B なんですけど、トートバッグだ。続いては T シャツ B の方です。さあ、こちらもサイズ感的にはちょうどいいです。ということで、ワンプロックフィールドオブワンダーで、ここが緑の柄となっております。これね、メンバーなんですよ。なんか様子悪いんですけど、T シャツに関してはね、特に何も言うことないんですよ。ただね、この生地感からするとね、12月中旬に届いたのは間違いです。外に出てこの T シャツを着たいっていう方は待った方がいい。確実に死ぬ。そして次に、こちらのマフラータオルになりますけれども、やっぱ結構長いんですよね、これね。マフラータオルもね、ちょっと使い道が僕はなくてですね、大事に保管っていう感じなんですけれども、見てください、これ。めちゃめちゃ緑。ワンオクのマフラータオルで緑っていうのはなかなかないですからね。いつも通りのマフラータオルって感じです。フィールドオブワンダーありがとう。続いてはトートバッグということで、ワンオクと言ったらもうトートバッグ。とは限らない。トートバッグはね、結構優秀なんですよね。実際に使うかと言われれば使わないんですけれども、ライブの日にはもう大活躍。他のグッズとかね、入れられるんで、そのまま持ち帰れるんでね。うん、すごいね、ライブ当日だけすごい活躍するんですけども、それ以外はあまり使わないって感じです。なんかもったいないからね、これね。なんかすごい生地が薄いんですよ。なんか通気性に優れた。だからトートバッグとかにも本当に使いやすい。サイズ感もすごいちょうど良くて、そしてなんかくしゃみが出そうで、飛沫感染にはご注意を。あとはキーホルダーですね。これね、さっき見せたんで、まあ、いいでしょ。なんかすごいね、しっかりしてる。思ったより大きいですね、これね。筆箱につけようって思っていた方は、ちょっと大失敗です。次の授業、移動教室ら筆箱持ってこう。ガンガン、様子悪い。はい、ということで今回はラバーバンドを全種類購入しました。まあ2種類だけなんだけど、僕にとってね、ワンオクグッズっていうのは本当になんか記念品みたいな、そんな感じなんですよ。そのライブのグッズのライブでしか使わないっていう、そんな感じ。それ以外はもうラバーバンドはね、ここにもう保管状態。そういう人も多いんじゃないでしょうか。やっぱりね、ワンオクグッズに対する価値観っていうのは本当人それぞれ。飾るか飾んないかはもう購入した人の特権ですから、僕は飾ります。あとね、追加でマスクもう一個買ったんですけれども、それも早く届いてですね、まあそれは別に動画にしてないんですけれども、実はね、もう届いてるっていう感じです。それで12月中旬遅れてきたこの T シャツ、ラバーバンド、キーホルダーたちということで、それらを今回紹介してみました。うわぁ、ブスだなぁ。はい、ということで、今年もですね、もう残りわずかとなりましてですね、新曲の発表とか、新しいアルバムとかは、また来年に回されるのかなと思いますので、まあそれも楽しみですね。ということで、今回はですね、あっちゃんから届いたこのプライマルフトマーク、間違えた。もういろいろとやばい。ということで今回はあっちゃんから届きましたフィールドオブワンダーのグッズを開封してみました。ということで僕的にはこの T シャツ A が好みです。この衣装って言ったらいいんですか？これ来年からも大活躍ですよ。来年もですね、よろしくお願いいたします。ということで中にはですね、この動画を見て、フィールドオブワンダーのグッズ買うの忘れた、今から買いに行こうっていう方いると思うんですけれども、ご安心ください。買えません。今はね、もう全部ソールドアウト。確かね、マスクとオレンジのタオルだけは買えたかな。このチャンネルはですね、ワンオクの新しい情報を皆さんに共有する、そういうのをモットーに活動してるチャンネルですので、今回ね、グッズ買えなかったとか、新しいワンオクの情報を手に入れたいという方は、もう本当にぜひね、このチャンネルを登録してください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。概要欄にインスタ、ツイッター、TikTok の URL 貼ってありますので、そこから飛んでいただいて、フォローの方よろしくお願いします。ビビー。